変態ガイシャですか。例えば、マグロ寿司、動かすのに、正確に無駄なカリオサビ、なんかパテニダンナ、コマインドバコナ、アボカド、すべての技術、バカドサボコナ、ヤキンプラナガサ、産業用料理長、寿司、ボミレランアコナ寿司、ゆかりゾート、どうしたか、ゆかりゾートプレミアム、マグロ、自家製のローストビーフやご当地料理もいっぱいだよ。いいね。ゆかりリゾートプレミアム。ゆかりリゾートプレミアム。ランヤランゴストコ、アヨコナモダイ。アヨコナモダイ。80年以上の歴史に一大アメフトハイブウェイということで、1台前に中継出てます。阿部さん。やりながらちょっとお伝えします。私の最後なんですけど、カラミフェスでずっと終わってるんですけれども、カラミフェス、伝統的な文字、フェニックスの文字、カビの状態が続き、今月4日に家族が行方不明届を提出したということです。アボカド。逮捕前の任意の聴取に対し、堀容疑者は6月上旬頃に何かわからない物体を運搬した。さらに警視庁は中古車販売店が借りた車を横領した疑いで逮捕されているノートさんの交際相手の男についても捜査しています。その後の捜査関係者への取材で、中古車販売店の関係者が男の自宅近くに乗り捨てられていた車の後部座席から血痕を確認し、警視庁に通報していたことが新たに分かりました。警視庁が血痕の DNA 型を鑑定したところ、ノートさんのものと矛盾しなかったということです。交際相手の男と堀容疑者は面識があり、警視庁は交際相手の男が死体遺棄事件に関与した可能性があるとみて捜査を進めています。一体何があったのか、この後現場から最新情報をお伝えします。ハビコシなんかパテルコマインダナンプロータ改めて犯罪じゃない捜査官にさんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、今日も捜索が行われているパラヒンリカ中継でお伝えしますが、逮捕されたのは死体遺棄の疑いで千葉県八千代市の会社員堀俊也容疑者30歳です。亡くなったのが野本久美香さん、当時18歳、東京江戸川区の会社員、山梨小菅村で遺体のご遺体の一部が見つかりました。で、この中に乗ったのでもう一人、野本さんの交際相手の男、31歳、別の車の横領事件ですでに逮捕されている。その車の後部座席から血痕、血の跡があって、その血痕は DNA 鑑定の結果、野本さんのものと矛盾はない、こういうことです。で、死体遺棄の疑い、ここ面識が遺棄した疑い、交際していた、こういう状況です。おととい、山梨県産地、東京江戸川区の会社員、野本ゆりかさん、当時18歳の白骨化した遺体の一部が発見された、今言った遺棄した疑いで、堀俊也容疑者が逮捕されている。堀容疑者の家、八千代市、野本さんの自宅、東京江戸川、ご遺体発見されたのは山梨県の小菅村です。直線距離90キロ。堀容疑者、野本さんの知人への聴取などで関与が、亡くなった野本さんのお友達にいろいろ話を聞いていたところ出てきたので、話を聞いたところこういうことです。6月上旬頃に何かわからない物体を運搬したと任意の事情聴取で話しました。何かわからない物体を山梨に運搬した6月上旬と言っていで、こちら6月7日の午後7時頃、家族に行き先を告げずに自宅を以降帰宅していなかったから、 SNS でやり取りは誰かが成りすましをしていたんでしょうか。やっていた持ち物はバッグだった。6月7日行き先告げずに自宅を出た堀容疑者、6月上旬頃に何かわからない物体を運搬したと言っております。さらに警察です。捜査線上に浮上している野本さんの交際相手の31歳の男が事件解明の鍵を握っているとみて、この男の知人である堀容疑者に詳しく話を聞く方針です。はい、という3人です。さらっぺらごまいながら野本さん、遺体を遺棄した疑い、6月上旬頃何かわからないものを運搬した、それが何だったのかまだわかりません。そして交際の男は別の車の折り返しされている、その後部座席から野本さんの結婚で面識があった、詳しく話を聞いている。
現在も山梨の小菅村で行われています。中継です。奥永さん、この中からかなり高さのある密集した木々で今太陽が隠れています。山梨県北鶴郡遺体発見現場の中継をしています。すぐ目の前、警察によって今交通規制が行われていまして、今車を1台止まっていますが、今こちらが少し勾配、上り坂になっていまして、左側に曲がっているんですが、この先の付近の沢のあたりで、野本さんの遺体の一部が発見されたとみられます。でこの周囲なんですけれども、午前8時前から警察の捜査員と、乗せたとみられる車両が全部の奥へと入っていきました。そして今もこの奥で捜索が続けられているものと思います。実はつい30分ほど前にも、頭透明なビニールのかぶったですね、捜査員やまたカメラを構えた捜査員などが我々のところに行きまして、この辺りで写真を撮りたいということで、一旦我々は移動する場面もありました。でこちら県道沿いなんですけれども、すぐそばなんですが、かなり透明な水の沢が流れているんですよね。このこうした沢の付近で今回ですね、野本さんの遺体の一部が発見されたということになるんですが、今のところまた新たに何かが発見された、例えば本人の遺留品ですとか持ち物なども含めて見つかったという情報はこちらには入ってきていません。そして先ほど上から降りてきたバイクの人などに話を聞いたんですけれども、道路には捜査員の姿は見えなかったということで、ここからですね、実は北西 1.3 キロと登ったところでもまた別の規制が張られていますので、かなり広い範囲で今日も警察が捜索を行っているのではないかと。でこの辺りの地形なんですが、道路側が大きな崖などになっています。私よりも嫌いのがいいのかな、また冬の間は凍るところもあるということで、車通りは地元の人を除くと土地勘のない人はあまり通る場所ではないということでした。そして堀井容疑者がですね、どのようなルートでここまで来たかというのは明らかになっておりませんが、我々僕の運転手さんは南側の中央自動車道のですね、インターチェンジからだいたい来たんですが、そこでも22キロも離れていますね。また大月方面や奥多摩湖方面からも作ることができます。で実際にですね、普通がやっぱり5キロ先に行きますと道の駅もあるということなので、はい、その道の駅を目指して通るというのはたまにないというものも、ね、一般的にですね、こちら急勾配でくねくねとなっていて、そして夜も真っ暗で、またイノシシやシカ、クマなどが出る場所ということがありまして、我々もこの通る途中にそのイノシシやシカの電熱あるような感じで人が目が出るこが水温光景でしょという印象です。捜索は今日ですね、日常の方は続きものとます、はい、いただけます。あ、これ内田さん、18歳の女性は亡くなってしまっている、一体何があったのかなんですけどもね。うん、事情は出ました。悪い事件ですね。もうおうちを6月ぐらいに出たって言ったところです。これはお家族とは SNS のアプリでつながってたとはいえどもですね、18歳の会社員とはいえども、子供がいなくなったらいろいろ心配すると思うし、例えばその携帯に GPS で居場所を知らないと、それがもしかしてこう探られないようになっていたといったところで、しばらく帰ってこない子供がこれだけ長い間いないってことは、もうちょっと早く届けも出すこともできたんじゃないかなってこともいろいろ考えてしまうんですね、親の立場として。そしてやっぱりでも今の時代、子供はこういう関係っていうのも分からないじゃないですか。全部携帯電話になっていて、自分の子供が誰につながっているかとか、ないともないが、ないの？うんだよ。目鼻ぷにょんあら。お酒探しとったの。おめのむなしゃーのこんて。でなたあご、ぽん、のぷんのなぽんとあご探しゃなめん。はなぷとしゃのはなぷにろいもはなぷ。でなここでなか、あらもこんざこでなご。なこほなさだみたん。しかし、この先にここいらがいい。そうしゃ。さかはなめん。おいでねなってなここさだみたん。返信がごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ただその後未読の状態が続いた。ここまでですから。Thank you for the blessings, mommy. Thank you. At saka mga kapatid ng aking asawa. Thank you. Ang bait ninyo. で交際相手の男。ang sarap talaga magmahal ng pamilya ni Dana. Kahit maliit ako. Hindi ako papatalo sa kanila.
で遺体ご遺体を遺棄した疑いた、うん、堀容疑者との意識がある31歳の野本さんの交際の男。